ようございます。おはようございます。おちょぴー、起きるよ。特許だよ特許。ジャルだよジャル。全く起きる気配がありませんね。もうね、あきぽんは起きてるんですね。今日から東京に行きます。一泊二日で。あんちゃんはここに、ママの iPhone をいじってますね。今回はかんちゃんがちょっとね、学校があるのでお留守番ですね。一晩なんで大丈夫でしょう。久しぶりの東京ですね。飛行機はね、10時台の後半のやつなんだけど、新しくなった熊本空港がめちゃめちゃ気になってて、ちょっと早めに着いて東京でいろんな人に会うのでね、その方たちへのお土産買いたいなって思ってます。あ、かんちゃんも起こさなきゃ。やつは今日も学校か。そうだよ、今日も学校だよ。もう春休みないじゃん、かんちゃん。インキュン部屋で寝てる。また今日のお着替えはこちらです。銀、あちゃ、旦那さん、準備をしてください。やばい、あと十何分で出なきゃいけないでしょ、かんちゃん。はい、こちらも準備をしております。間に合わないにかけてもいいよ。え、でもさ、いつも15分ぐらいでバーって準備していってるよ。すごい。私は朝余裕があった方がいけます。そうだよね、本は結構余裕持って起きるもんね。めっちゃのんびりして準備しながら行きます。そうそう、長くから準備してまだいたのってそれぐらいの時間に出ていく早く起きたから早く行かなきゃいけないのかなと思ってたら余裕持って起きてる、うん、空港に向かってます。で、前にアッチャッピーとポンとパパが運転してますね。コンビニによって朝ごはん買おうと思ったんだけど、待ちきれない人が家から持ってきたパンを食べております。今日は千葉に行きます。マジ千葉、千葉ちょんまげある、ちょんまげなってますね。ちょんまげあるよ。え、ちょんまげある。立派な、なんか変わってる。立派な空港が出来上がってますね。進化したね、うん、レベル2になった。あ、広くなってるね、やっぱり。お、すごい。たくさんお店が入りましたね。おしゃれやね。食べる人。あ、はい。すごい。白もある。白いちご。白いちごめっちゃ甘いらしい。うん。食べてみたら。美味しそうだね。お茶ラテ。緑茶スパガリング。あ、いいね。スパークリング。おしゃれやね。ママ、あっち見て。ゲームセンター。しました。本日の牛乳でお作りしてます。はい。どうでしょう、スパークリング。美味しい。お茶に、お茶がシュワシュワしてる感じ。美味しいよ。甘さは普通に。美味しいんだ。めちゃめちゃいい感じの、ここからすぐ目の前が、もう飛行機が見える。あそこの展望台が前にせり出してるから、すごい飛行機が近くで見えるらしい。すごいね、いい感じ。ホテルのラウンジみたい。あ、焼酎何しよう。お土産、ラーメン、北帝と北優が並んでる。いちご大福。さっき買った。クマも。クマもめちゃくちゃかわいい。いちごも。めっちゃでっかいいちご。でかいね。一番でかいしていちご。いただきます。クマなんだ、クマなんだ。
甘い。白いちごめっちゃ甘いんだけど、多分普通のいちごより甘い。もうこれは毎回食べるしかないね。やば。足も出てきますんで。これだ。あ、それか。お、お。快適ですね。今毎回これですね。大好きな芋天を取りました。結構でかいです。みんなで並んでチャピアザルードもまあママとシェアしてます。バスに乗ります。ホテルに向かってます。今空港からのリムジンバスから降りて、一つ前で降りちゃったから10分ぐらいかな、ホテルまで。ここはなんとなんとディズニーランドのすぐ近くでございます。わー、あ、もう違う、うん、はい、ホテルに着きました。あー、すごい、1時間ぐらいはあるよ、お迎えまで。着きましたね、リゾート感が。あれ、なんか一人用のベッドが。こっちの部屋は？あ、すげえ。こっちがベッドルーム。おお。中身こっちベッドルーム。こっちに4つあるよ。あ、五人か。そっかそっか。1、2、3、4。パパリビングでいい。そう、パパがここ。5。お、すごい。見て。なんかね、ここにミニキッチンみたいのあるよ。お邪魔。お風呂。あ、バスタブもあるの。あ、すごい、シャワールームとバスタブもちゃんと。お風呂広いいね。お、ロッカー。ロッカー、ここ閉めて。あ、じゃあそこ銀くんのお部屋ね。やばい。何してんだ。これベッドくっつけれないから一人ずつ寝よっか。ママここにしようかな。いや、これもそこ。チャピの隣、あっちで寝な。うん、わかった、ここで寝る。ポンはここかな。はい、撮影終わって帰ってきました、ホテルに。現在10時。お尻かきかき。おはよう。おはよう。おはよう。次は今起きて、着替えて、パジャマをポイ。パジャマ拾ってください。さあ、朝ごはんを食べて、今日も行きますよ。Ha ha ha!
はい、はい、チーズ。あ、じゃあ乗ろうかな。やべー、贅沢やべー。じゃあ3、2、1。自販機があれなんです、ご当地の自販機。あ、宮崎なしなし。あ、ほんとだ、これはいい宮崎。あ、ほんとだ、宿の香川だ。宿の香川、うん。へー、すごい。反対を向いていただくと、会議室の名前が乗り物の名前になっています。すごい。じゃあ何時から3度ですか。で、会議室の中の椅子がその色になってる。ほんとだ、すごい。へー、かわいい。かわいいな。お邪魔しました。めたもんでかい、かわいい。すごいね。ショップみたいだね。ポケモンセンターみたい。すごい。なんかいる。そんなに待って、ちょもちもち、え、待って、かわいい。あきねねないの。あ、ほんとだ。めちゃくちゃもちもちだよ。あ、かわいい。みんなの使い方、今日はインティーをご用意しました。お、これはこれ、しまってる。クワッス。ここは休む場所かな。そう、ここは休む場所。休む場所だって、ありがとうございます。ありがとうございます。お友達もいるよ、ほら。かわいい。生えてる。生えてます。いい感じに生えてる。いい感じ、黄色とつながる。頑張って。いっぱい来た。頑張ってね。かわいすぎる。仲間だって言って仲間だって。仲間だ。私、今日はありがとうございました。ありがとうございました。にゃおはよう。あー、かわいい。ありがとうございました。ありがとうございます。かげえた。で、これ、あの、すいません、かんちゃん。あ、すいません、ありがとうございます。来てないのに。ちゃんとサーティワンのスプーンだ。あ、ギトン。キャラメルリボンをゲットしました。おれーおれー。はい。インはポッピングシャワー。ジャピーはセブンティーンアイス。